キャサリン・ユーニス・シュワルツェネッカー・プラットは、アメリカ合衆国の作家である。父は、俳優、政治家のアーノルド・シュワルツェネッカー。母は、放送ジャーナリストのマリア・シュライバーである。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ育つ。父は、オーストリア生まれの俳優、政治家のアーノルド・シュワルツェネッカー。母は、アイルランドドイツ系の放送ジャーナリストのマリア・シュライバー。 また母方の祖母は、第35代アメリカ合衆国大統領の、ジョン・カイ・ケネディの妹のユーニス・ケネディ・シュライバー。祖父は在フランスアメリカ合衆国大使で1972年大統領選で、民主党の副大統領候補であった、サージェント・シュライバーである。妹はクリスティナ、弟はパトリックとクリストファーである。またい母弟のジョセフ・バエナがいる。2010年に彼女は、書籍、 ロック・ホワット・ユー・ブ・ガット、シークレッツ・ツー・ラビング・ユア・インラー・アンド・アウター・ビューティー、フロム・サム・ワン・フーズ・ビー・ン・ゼ・アンド・バックを執筆した。彼女はこの本で個人的な旅を説明し、若い女性が自信とポジティブな自己イメージを達成できるように励ました。彼女は4年生から7年生の間に体の問題を抱えていたが、現在ではウォーキングエクササイズとヨガによって、 身体的及び精神的健康をコントロールしている。2012年に南カリフォルニア大学を卒業して次のステップを見失った彼女はアスリート、歌手、起業家、俳優など様々な人物にキャリアアドバイスを求めた。2014年に彼女は2冊目となる著作、アイジャスト・グラジュー・イテッド・ナウホワットを大学卒業生向けのサバイバルガイドとして発表した。 2017年、彼女は、自動書、マーベリックメを出版した。この本では、彼女が犬のマーベリックを救い、その後飼い犬にしたかについての経緯が書かれており、彼女の自信の経験を、里親の失敗として活用し、ペットの里親と救助の利点が宣伝されている。2019年、彼女は、ペディグリーと提携し、犬の里親になることの重要性について語る。 リミテッドシリーズのポッドキャストの司会を務めた。彼女の著書第4作は、ザギフトオブフォーギブネスインスパイアリングストーリーズフロムゾーズフーハブオーバーカムザンファーギバブルであり、エリザベス・スマートやターニャ・ブラウンを含む22人の物語が掲載されている。彼女は、アメリカ動物虐待防止協会の大使であり、またベストフレンズ・アニマル・ソサイティを支援している。 キャサリンとその弟のパトリック。2018年6月に俳優のクリス・プラットとの交際が明らかになり、2019年1月13日に婚約を発表した。二人は2019年6月8日にカリフォルニア州モンテシュトで結婚した。2020年8月に長女ライラ・マリア・シュワル・ツェネカプラットが誕生した。ありがとうございます。